と左は違いますけど、やっぱりこういう粘るバッターというのはやっぱり内野手も参考にしてほしいですよね。ボールワンストライク、セカンドの後ろ、これも取った。このイニングはオリックス二遊間がルーキーを盛り立てます。岩崎のこのプレー、これも最短にねボールをかけて、非常に難しいところですけど、ナイスプレーですね。足立が、そして岩崎が素晴らしいプレーを見せて山崎達也を盛り立てます。3回0点に抑えた山崎です。